さあ今回はですねメンヘラの皆さんと一緒にですね、お絵かきメンヘラ診断っていうのをちょっとねやっていきたいと思います。今回は自分がね私昨夜自身がメンヘラなのかっていうのをちょっとね調べていこうかなと思います。見てくださってる皆さんがメンヘラだったらもしかしたら配信してる俺の方もメンヘラなんじゃないかなってちょっとね思い始めて、今回こちらのね、ゲームをやっていきたいと思います。まあ皆さんメンヘラっていうのは嘘なんだけどね。まあウサギってことで、まあ書くんでね、イラストレーターの俺からすると簡単かなと思います。お題を選んで読んで直感で絵を描こう。めちゃめちゃカミカミだな。ぐる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 お題ぐるぐる線を描いてって書いてあって、出来上がりをしてこういった絵を見てみよう。ムムってなんだ。ムムってもうそりゃムムってなるわ。何これ毛細血管みたいなの毛細血管描いてんのこれ。ぐるぐるの汚さは心に闇を表しています。何それ。もうなんか答え出ちゃってないこれ。アンサーってぐるぐるの汚さはだからぐるぐるいっぱい描いたらってことでしょ。まあとりあえずウサギの絵を描いてみる。これさ一本線つうのかな、じゃないとダメとかあるのかな。それだったら結構えぐいけどね、難しいけどね。大丈夫っぽそう。とりあえずウサギなんで、まあ結構可愛い感じ。ほら可愛くない可愛くないこれ。ほらほらほらぴょんぴょんってやってて、多分ここで手がねあるんですよ。手があるんですよこの辺にね。でこれ足でしょ。でウサギって尻尾があるんですよこうやってね。かわいいかわいいかわいいんでこれで手これ手これね、手これで OKOKOK。 これ足ね、足 OKOK。 かわいいかわいいね。でこんな感じで目がありまして OKOKOK。 口ってどんなんだっけな、ちょっと覚えてないな。こうちょっとしょぼんって感じ。かわいい、めっちゃウサギっぽいね、めちゃめちゃ。じゃあこれでねやっていきたいと思います。さあ出来上がり、診断するよ。まだ書きますもあるけど、あなたのメンヘラ度が分かる。マジか。でも第1問で分かっちゃうのかな俺のメンヘラ度が。一応結果はい。何、耳が立ってる、元気いっぱい。耳が両方片方垂れてる、たまに病む。両方垂れてるのが超メンヘラ。なんか普通のメンヘラないの、超メンヘラなの耳が片目じゃねえや、片方垂れてたらたまに病むんでしょ。で両耳垂れてたらメンヘラじゃなくて超なんだ。なるほど。元気いっぱい、元気いっぱいってことか俺が。じゃあこの体に関しては何も関係なかったってこと。右下のウケるって何これ舐められてんのかな俺。じゃあネクストステージ行きましょうかね。普通に続く感じなんだ。タイトルに戻んない感じでね。この中にソーダ泡を書いて、ソーダの泡か。結構細かいイメージあるんだよねソーダの泡って言ったら。ちっちゃいのがいっぱいこうバーって出てるイメージがある。上の方とかさ、なんか炭酸系ってさプツプツなってない、ゴマサイズの。これ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 結構あると思うんだよね気泡みたいなのは。さあできました、いきましょうか。あなたのダメ男だかっこダメ女に引っかかりにぶくっ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 、はい見ていきましょう。泡が7つ以上の人は恋愛でダメ人間に引っかかりやすいタイプです。俺何個あるこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10、めちゃめちゃダメダメじゃん俺。めちゃめちゃダメダメな人間じゃん恋愛で。やば、いやそりゃウケるわ。さあネクストステージ行きましょうかね。木の根っこを描いてみて。なんかさ木の根っこってさ結構さなんかなんつうんだろう、でかいイメージがあるんだよね。なんか雑草とかと違ってめちゃめちゃ根っこがガーってなってるイメージがある。ただこれね、この絵に関してはなんかブロッコリーにしか見えないけど、まあ、とりあえず描いていきましょうかね。こうやって浮き出てたりもするんだよね意外と。この上の方とか下の方とかこんなんなってて、そう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 、結構ね木ってこんなんなってるんですよ下見たらね。さあやっていきましょうかこれで。あなた何怖っ、急に怖かったんだけどね。急に画面真っ暗になったからホラーゲームかと思った。あなたは丸々な性格かも。結果を見る、はい。大きくて複雑な根っこほど、ネチネチ昔の文句を言うタイプ。俺どっちなんだこれ。大きくて複雑な根っこ、そんなに複雑ではないよね。大きい大きさは大きいね。ただ複雑ではない気がするんで微妙めちゃめちゃ微妙な感じだな俺。なんとも言えない感じになったな。なんか普通ってことかな。だからネチネチもいかないし、
まあ普通ぐらいってことか。さあネクストステージ行きましょう。恋愛ドラマのクライマックスシチュエーション書いてみて。シチュエーション、ドラマのクライマックス、ごめんねちょっと待って。恋愛ドラマのクライマックスシチュエーションを書いてみて。なるほど、シチュエーションか。え、恋愛ドラマのクライマックス全然わからん全然こういう経験が少なすぎて全然わかんない。ちょっと待って、これ、あ、これ手があってこう握りしめてるみたいな感じ。あ、手握りしめてあのキスしてるみたいな、これキスキスひどいな。で、で、男の子に髪の毛がこう生えてくるみたいな、そんな感じだね。オッケー、いくよ、診断する。はい、理想の〇〇がわかります。理想の足がわかります。いきましょう。何何 V ポイントキャンペーンは今だけ、プロミスポイントで検索。急に、あ、いけ、ラミス、イエ。さあ、理想のプロポーズのシチュエーションです。え、キモ、え、キモ。さあ、太陽を描いて。太陽か、太陽って結構上の方のイメージあるんだけど、なんかこれってさ、丸でこうやって描く人、こうやって描く人とさ、あのこういう風に描く人いるよね。だからさ、なんとも言えないよね。俺的には結構端っこの方がない絵だと、何言ってんだ、端っこの方はあんま描けない絵だとこういうイメージ、こういうの描いてしまうんだけど、この絵に関しては描けるからこうやって描くかな。はい、こんな感じでサンサンサンって感じで結構デカめに描けましたね。俺、恋愛に対する積極性が分かります。あ、いいことだね結構。山に近い人はストーカー気質があるかも。あー、俺どうなんだろう。でも結構上の方に描いたから全然そういうことはないのかもしんないね。もうカモのモにかぶっちゃってるしね。さあ、続いてこの犬に、首輪をつけてみて。もうこの犬さ、あの首輪つけなかったらもう切断された後みたいになってるもんね首切断させ、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 首に切断された後みたいな感じになってるもんね。首輪でしょ、こんな感じで首輪があって、なんかこういう鉄のものがさ、こうついてるイメージがあるよね。で、首輪でしょ、こんな感じでいいんじゃないの、別に普通じゃない。あなたの、びっくりした、急にまたなんか暗くなった。ふるさと納税ヤフーショッピングって書いてあるね。2個美味しそうだった。あなたの恋愛積極、依存度が分かります。あ、俺結構依存しちゃうタイプではあるんだよねこういうのって。いくよ、はい。派手な、首輪を描いた人ほど、恋人なしじゃ生きていけないタイプ。あー、どうなんだろう、派手ではあるのかな。いや、そんな派手ではない気はしますけどね。これだとなんかシンプルな、あの棒だけみたいな方を書く人の方が少ないと思うんだけど。俺は依存するタイプなんだけど、この絵見るとそんなになんだよね。この診断大丈夫まあ診断だからね、あくまで、あくまで診断と俺の今の気持ちにも変動がするから何とも言えないんだけど、まあ結構面白いんでね、やっていきたいと思います。ネクストステージ行きましょうか。好きな花だけ、花、え、好きなだけ花を描いて。オッケー、好きなだけ花描きますよ。もう一個だけにするわ、一個だけ。チューリップ、めちゃめちゃでかいチューリップ描きますこれ。で、ハエがちょっと来てますみたいな、ハエ、ハエ、ハエが来てますもうなんか地球外生命体みたいなやつ来たんだけど、横から。さあ、これでやっていきましょう。診断します。はい、あなたの、なんか来ちゃったな、 LINE。 あなたの、生涯で経験する恋愛の数が分かります。マジで？え、1回1匹とかないよね別に。花の数、あー、やっぱりそうなるよね。生涯で経験する恋愛の数1回しかないんだ俺。なんなら横になんか意味わかんないやつ、生物いるしね。もう 1.5 ぐらいなところあるのかな。さあ、ネクストステージ行きましょうか。問題8まで来ましたね。でも言っても500問あるからねこれもう全然大したことないからねまだ。カレーライスのご飯とる理想の割合は何対何。え、ああ、そういうことか。でもご飯の方が多いとかは嫌なんだよね正直。でもルーばっかりだとちょっとなんかルーだけ残ってみたいになっちゃうから、ルーが6、いや、ルーが6かな、6対4かな。6対4めちゃめちゃいいと思うんだよね。なかなか、だってご飯がちょっと少なくて、まあご飯はさ、積めば積むほど。さあ、出来上がりやっていきましょう。どれくらい恋愛に刺激を求め、これ大丈夫かな、
俺結構下ネタとかさ、あの全然動画で言わないタイプだからさ、これなんか嫌な予感するんだけど、これもし下ネタ系だったらもしかしたら俺動画飛ばしてるかもしれないです。飛ばしてたら下ネタだったってことにしてしましょう。いきますよ。はい。え、何？え、ば、な、なに？え、な、ね、刺激度これでわかる？え、全然わかんない。なんかマグマとか出てきたからめちゃめちゃ刺激的なのかもしんない俺。ルーが多いほど刺激を求めるタイプです。あー、なるほど。あ、よかった。これ大丈夫なやつだ。なんか、非売なやつじゃなかったわ、全然。刺激を求めるタイプ。だから、6分の4ってことは、そこそこって感じかな。でも、普通よりちょっと刺激が欲しいみたいな感じなのかな。え、ちょうどいいんじゃない？なんか5よりさ、6の方がいいじゃん。なんとなく。いいね、これ。なかなか俺、まともかもしんないね。で、尻尾描いてみましょう。尻尾、ウィーンってこう、ちょっと上上がってるイメージある。あ、いいね。めちゃめちゃうまくない？これ。さあ、これでいきましょうか。恋愛が、なに、なんか、すごい美人な人出てきた。就職または大学3年、自転車授業に選べる進路。詳しくはこちら。ちょっと今はいいかな。メンヘラな、はい、はい。シュ。さあ、結果見ていきましょうか。尻尾が長いほど長続きしやすいタイプです。なんとも言えないな、俺。さあ、丸三角、四角を一個ずつ書いてみて。あ、なるほど。丸三角四角を一個ずつ書く。これね、俺ね、やりたいのがあって。これ、おでんみたいな感じでやりたいのよ。四角っていうか、これもう長方形というか、正方形というか、四方形みたいな感じになったね。長方形、直式ブッシャブッチュー。さあ、これやっていきましょう。さあ、どんな感じになるか。あなたの優先度がわかります。え、マジか。これちょっと面白いな。めっちゃ気になる。そして下の広告もめちゃめちゃ気になる。さあ、結果見ていきましょうか。丸が大きいと恋愛を優先。三角が大きいと自分を優先。四角が大きいと仕事や付き合いを優先。まあ俺の場合は資格がちょっと長いから何なんだろうね。うん。一人で久々の温泉旅行、どんなルートを行くか描いて。ああ、なるほど。これ面白いね。目的地から観光名所、ショッピング、ご飯。ああ、これどうでもいいな。割とどうでもいいんだけど。とりあえず世界遺産行くのもありだけど、いや、どうだろう。ショッピングいきなり行く？とりあえず、でも荷物は最後にしたいから、ご飯行く？え、これってさ、近さとか関係するのかな？距離とか。この目的地からさ、ご飯行くとさ、結構遠いじゃん。こういうのって関係するのかな？同じ距離っていう求め方なのかな？まあ、同じ距離じゃないとしたら、まずは、まあ、観光名所行きますかね。で、どうしましょうかね。ショッピング最初に行くのは、荷物が出てくるから、あんま行きたくないんですよね。観光名所行って、いや、ちょっと待って、ショッピングが近いのやだな。観光名所行って、世界遺産行って、ジェジェ行って、ご飯行って、ショッピング行って、目的地帰ってきまーす。行きましょう。ショッピング近いのがちょっとやらしいね。片思い中のあなたの行動がわかります。恋愛で行動パターンです。回り道をする、計画的に求めるタイプ。直行が周り見えない直球タイプ。回り道をする計画的に攻めるタイプなのかな俺は。だからショッピングが近いところから行かないからっていう感じだよね。わかりません。さあ、ネクストステージ行きましょう。トランプで負けちゃった。負けた時のカードのマークは何？ジョーカーはなしで。基本ジョーカーで負けるくない？とりあえずトランプで負けちゃった。7かな。7。マーク、あ、マークか。ダイヤ。マークだとダイヤかな。ダイヤ。ダイヤの、一応7って書いていきます。7。オッケー。ちゃんと7の下のやつも書いてから。はい、これでいきましょう。あなたの、何？本格的に送る、フェイトの本格的 RPG。ごめん、ちょっとフェイトやってないんだ。あなたの続かないものがわかります。就職しようか。就職が一番続かないのは、でもなんとなくわかるわ、それは。うん、現実的な、なんかさ、仕事ってやっぱりさ、長続きしないのねって、何の話してんだ、俺。ハートだと恋愛クラブ。ハートだと恋愛、クラブだと人間関係、スペードだと自分磨き、ダイヤだと仕事。の優先度が仕事ってことだっけ、これ。どういう質問だっけ。ジョッキに泡を描いてみて。これは、泡を描くってどういうこと。ジョッキに。よくわかんないんだけど。泡を描く。泡でしょ。こんな、ジャムおじさんの上のハットみたいになったけど、これにしましょうか。これに。
大丈夫これ。これもしまたこれ下ネタ系だったら飛ばしたいと思います。いきます。あ、大丈夫だった。大きくて溢れた泡なほど恋愛に振り回されがちです。めちゃめちゃ振り回されるね、ほんじゃ俺。めちゃめちゃに振り回される。振り回されてなんかどっか飛んでいくのかな。タンポトポの中でチームで発見。ちょちょばいしんきゃちょちょまんちんちょ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 。タンポトのタンポポの綿毛を発見。何本空飛んでった。なるほど。タンポポの綿毛ってこんなんだよね。結構飛ぶよね。結構飛ぶイメージあるんだよね、タンポポの綿毛。まさか茎よりでかい綿毛を描くことになるとは思わなかったけど、これ。さあ、こんな感じで、ちょっと残ってるみたいな。オッケー。こんな感じで。何々された回数が、された回数なんだろうね。飛んでる綿毛の本数は、恋愛で振られた数です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9回も俺振られたことになりますね。どんだけ俺恋愛下手なの。もう9回も振られるって、もう相当アプローチクソだったとしか言えないんだけど、そりゃウケるわ。